ジャクリーン・ケアリーは、イリノイ州、ハイランド・パーク生まれの女流小説家、ファンタジー作家である。レイクフォレスト大学において、心理学及び英文学の学位を取得する。在学中に交換プログラムの一環として、ロンドンで半年間書店勤務を経験し、当地にて将来作家を職業とすることを決意する。帰国後は、 地元の大学のアートセンター勤務の傍ら著述を開始する。10年後、2001年に諸著書作を出版することに成功する。ケアリーは現在ミシガン州西部に居住している。物語の背景最初の長編は2001年に出版され、2002年のローカス賞第一長編部門で受賞したクシエルの矢である。続編のクシエルの死とを呼び、 クシエルの掲示を加えた三部作は、何時、枯れるまで愛を尽くせを教えとする半身、エルーアに従う天使国テール男児における神将の人生を描く。天使国テール男児の地理は実在のフランスに酷似している。加えて、ギリシャ、英国、イタリア、ドイツそして、スペインなどに対応する架空の国と地域が登場する。エルーアは、 唯一の神の御子であり、ユーセフの子イエシュアの血が、聖女マグダレーヌの涙と混じり合い、母なる大地の子宮に宿って、生を受けたものである。エルアが地上を放浪し、唯一の神により拒絶された時、八人の天使もまた、唯一の神を拒否して、エルアの地上における仲間となった。エルアと天使たちは国を建て、人間と混じり合った後にこの世を去った。 天使国人はその子孫である。地上において、エルワの暮らしを支えるために、天使、ナーマーが、自ら夜を被災だことにちなみ、天使国では、勝負の制御は、神聖なものとされている。天使国は、カシエルを除く七天使を守護とした七つの州に分かれ、クールセル王家は、王とエルワから天使国を治めている。シリーズ冒頭においては、 天使国と他国の関係は、おおむね良好であるが、スカルディアは長らく天使国への侵略を試みている。ハヤセの主の影響の下で、アルバ及びエイラとは良好ながら希薄な関係である。フェードル三部作最初の三部作は、新章の望まれない、私生児として生まれ、奉公に売られたフェードルのデローネーの物語である。フェードルは、 アング・ウィセットと呼ばれる特殊な才能によって恐ろしい宿命から祖国を救う。フェードル三部作とも呼ばれる。イムリエル三部作、第二の三部作は、フェードルの物語に続くものである。第二の三部作における、中心人物は、天使国王座の継承順位3位であり、フェードルのデローネード・モントレーブの養子となったイムリエルのモントレーブ・ドラクールセルである。 イムリエルは、反逆者、メリーサンド・シャーリゼの息子であり、クシエルの使徒において、初めて登場している。第一第二の三部作は合わせて、クシエルの遺産シリーズと呼ばれている。モイリン三部作、第三の三部作は先行する二つの三部作から二世紀ほど、経た時代を舞台としており、アルバ生まれのモイリンを、主人公としている。モイリンは、 天使国人の父とマヒューイン・ドーンの母の間に生まれ、天使ナーマーの祝福とマヒューイン・ドーンの熊の女神の印の両方を受けた女性である。モイリンは熊の女神の導きであるダイアド・アナムを感じることができ、多少の魔法の力を身につけている。ケアリーの第二位のファンタジーシリーズはサンダリングに部作であり、2004年出版のベーン・リーカーと2005年出版の ゴッドスレイヤーからなる。このシリーズは、トールキンの指輪物語と類似の世界において、光と闇の戦いを悲劇として主に闇の側から、描いている。物語の背景はるか昔、形成者と呼ばれる七人の兄弟神がそれぞれ、エルフと類似の不死のエリロン族、人間族、トワーフ族、オークと類似のトロール族などを形作った。最初に生まれし、ハオメーンは、 自らが形作ったエリロン族のみに知恵を与えるが、二番目に生まれし、アラヒラは、自らが形作った人間族にも知恵を与える、よう、三番目に生まれしサトリスに願う。兄弟神の中では唯一何の種族をも、形作らなかった。サトリスは、姉神の願いに応えて、人間族に知恵を与えるが、ハオメーンはこれに起こり、人間族から知恵を取り上げることを、 サトリスに迫る。サトリスはこれを拒否し、サトリスとハオメームの間で戦いが始まる。他の5人の兄弟神はすべてハオメームの側につき、エリロン族は、ハオメームの側に、トロール族は、サトリス族の側に、人間族は、割れて、いずれかの側に味方し、ドワーフ族は中立を守った。戦いの結果、世界は、東と西に引き裂かれ、サトリスは、 東の大陸ウルアラトに取り残され、他の兄弟神は西の大陸に泊まることとなった。ハオメーンは未来においてサトリスが滅亡することを予言する。物語の始まり物語は形成者の戦いから千年以上経って、ハオメーンの予言の成就の始まりから描かれ始める。サトリスは三者と呼ばれる配下を持ち、ダークヘイブンに隠れ住んでいる。三者の内ちトナロスは、 かつて使える王と自らの妻の不倫に起こり二人を殺害してお尋ね者となり、サトリスに庇護され不死の命を与えられて使えるようになった将軍である。タナロスは人間族とトロール族を訓練し、来るべき光の側との戦いに備える。物語の大部分はタナロスの視点から描かれる。ボラックスはサトリスと名役を結んで繁栄を謳歌してきた。 スタシア族の出身である。ウシャヒンは、エリロン族と人間族の間に生まれた、望まれない子であったが、エリロン族に、フグの体とされ心身ともに傷つき、サトリスの庇護のもとに生きてきた。ハオメーンの予言通りに、エリロン族の姫セレリンデと、かつてタナロスが殺した王の子孫である、人間族のアラクス・アラトルスが婚姻しようとしたとき、 予言の常時を阻止するためにタナロスは、セレリンデを誘拐し、ダークヘイブンに連れ去る。姫を連れ戻すため、ハオメイに仕える助言者マルサスは7人の仲間で、旅を始める。中立を守り、ドラゴンと暮らしてきた女魔術師、リリアスは、サトリスに味方して、光の軍勢を打ち破るための罠を仕掛ける。 他の種族もいずれかの側につくことを迫られ、失われた伝説の武器が見出される。予言を成就させようとする、光の側と、これを食い止めようとする、闇の側の戦いが始まる。描写指輪物語とは異なり、サンダリングに部作は、予言に抗いながらも滅びようとする、闇の側の悲劇として描かれている。闇の側にも、宿命と、動機、忠誠と誇りがあり、 光の側にも迷いがあり、両者の間には心の交流がある。ケアリーの第3のシリーズは2009年出版のサンタ・オリビアと2011年出版の続編セインツ・アストレイからなる。最近のフェイスブックでのコンテストにおいて、ケアリーはファンからサンタ・オリビアの続編の題名を募集している。これは出版社が暫定の題名に難色を示していたためである。 変更後の題名、セインツ・アストレイは、ケアリーのフェイスブックのファンページで2010年8月27日に発表された、長編短編オンライン短編。ありがとうございます。